ブレーキが自動で動きません。鈴木の彼方。こんにちは。自動車整備資格保持、 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は7月21日にホンダさんのフィットから改善対策が出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはフロントガラスに取り付けられているカメラ。このカメラはブレーキを自動的にかけたり、周りに障害物がないかどうかのチェックをしています。しかし今回このカメラのプログラムがまずく、エンジンをかけた時にまともに起動してくれないとのこと。カメラが動かないと当然自動ブレーキや障害物のチェックはできないので、本当はシステムが動かない状態なのをドライバーに知らせないといけません。ところがこの動かないという状態をドライバーに知らせることができず、動くだろうというつもりで危ない運転をしてしまうと、そのまま周りの人や物に激突しかねないので、今回の改善対策になっています。改善内容はこのカメラのプログラムのアップデートですね。対象車種はホンダさんのフィット。2020年1月21日から2021年2月8日までに製造された11万7893台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。プログラムのアップデートなので作業時間は30分ぐらいだと思います。台数が多いので整備工場さんもかなり忙しくなっているかと思いますので、事前に電話で予約を取ることをお勧めします。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回はスバルさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。